この動画はですね、囲碁将棋、ライス、ダイヤモンドのお笑いコンビ3組が松井証券のアプリで FX 取引を行っていくというものなんです。さあ今回ですね、以前進行を務めた市川ですが、どうしても来られないということで、今日私が代わりに回りました。なんかあるんですか？そんなこともちょっとあるんです。でもですね、市川どうしても来たかったということなんで、VTR を預かっているんですね。そこまででもない私今日は現場に行けません。というのも今日は仕事がありまして、どうしても現場に行けなくなってしまいました。ね、また次の収録からお邪魔しますんで、ぜひ忘れないでいてください。いらないでしょ、これ見てなんて言えばいいですか。今回はですね、囲碁将棋さんの現在までの取引を振り返る中間発表となります。ありがとうございます。はい、振り返っていきましょう。そして取引がどうだったかを解説してもらうのは、エコノミストのエミン・ユルマジさんです。さて、この動画をきっかけに FX 取引を始めた囲碁将棋のお二人、今までやってきていかがですか？なんかなんとなくこう FX の面白いところに触れたのかなって思ってます。エミンさんが一番最初に売り買いを頻繁に行うのが慣れる秘訣だっておっしゃったんですけど、やっぱちょっとまだ怖い部分もありますね。なので放置しちゃってる期間とかもあって、常にチェックとかできてなくて、で僕は娘の卒園式、入学式、家族で行ったディズニーの旅行中まで全部ずっといじってた。はい、それはそれでやりすぎだろ、はい、ずっとやってました。はい、まず早速今日までどんな取引をしてきたというのか、ちょっと VTR で振り返ってみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか本当は2人揃って始めてほしいってことだったんですけど、仕事っていうかドムドムバーガーを探してどんどん北の方に登ってるって聞いたんで、なかなかやっぱ今見つからないんで大変だと思うんですけど、すいません、これはブラインドさせてもらいます。他のチームはもう始めてるって聞いたんで、最初ベイドル見ときましょうか。1回入門編ですよね、ベイドルが。行きましょうか。でももうずっと上がってますもんね、これ。なんかだってこれずっと上がりそうじゃないですか。だってもう竜みたいな感じ、ここからもうブワーって。ノリノリで上がってるから買います。 0.04万。で要は400ドルですね。400ドル買って、だからこれが上がっていけばいいんですよね。そうです。あ、細かく動くんですね、1分でも。あ、ちょっと負けてるってことですよね。そうです。もう始まってるのよ。もう先に始めてて、やった。すいません、相方がね、はい、iPhone7 で、待ち受けなんだお前。え？待ち受け。いや、別ネタ。すいません、もう権利があって映せないかもしれないですか。権利ねえだろ。巨人ファンだ。いやいや、巨人ファンで鍋つね待ち受けの人いないんですけど。なんでね、だってオーナーだろ。いやいや、普通選手とかだろ。今ドル買って、ちなみに俺は5万円全部いった。あ、いったんだ。そうそうそう。まあ、ドル円でいこうよ。それは最初どう思う？まあ、ドル円でいいんじゃない。うん。でね、これなんか全体的に見るとね、ほらすごい上がってんのよ。本当だ。あ、すごい、本当だ。めっちゃ上がってる。そうそうそう。いや、上るだろこれまだ。そしたら買う。買う。買い。そしたら注文だろ。まあ、その即決でいいのか。いや、いいだろ。だ、買うんだったらこっちよ。はいはい。押すと、これ出てくるでしょ。うん。あ、約定しました。あ、もう買えちゃった？え、お前どんぐらい買っちゃったのそれ？わかんない。お前なんだお前。おい、大丈夫かこれ。でもいくら保有してるドル？待って。え？1万ドル。1万ドル？だからお前もうこれ25倍買っちゃってる。お前何してんだよお前。なあ。え、俺25倍いっちゃってんの？で120、122万円ぐらい買ってる状態。お前したことなんだよ。言えよお前。やばこいつ。レバレージマックスいっちゃったってこと？そう。だって1万ドル買っちゃってる。いやいや。だってどうそのまま行く？これ一晩超えてみたい。そうだな。うん。気合いのちょっと意気込みというか。教えてやるよ日崎。なぜ俺の松井証券の FX が最強為替取引の看板なのかよ。
ぶっこみのタクという漫画の名台詞をパロディしています。気になった方はマガジンコミックス読んでみてください。昨日相方に1万ドル買わせて、まあ、僕は400ドルぐらいしか使ってなかったんですけど、俺も1万いきたいのに1人で買い足して1万ドル。いない。そしたら今ね、1万プラス出てて、ずっと上がってくんない。確定させるんですか？確定させて、で6万円に して1万2000ドル買えるから、ちょっと1万2000ドルにするわ。あー、こいつマジ20万目指してる。1万400ドル。あ、そうだ。こうすると1万2000ドル、1万2000ドル買います。120万買ったんですか？常に150万近く。150万近く。やいって、よし、20万目指そう。頑張ります。始まって、はい、でまあ、相方1万ドル保有してて、で僕がその後深夜ですかね、その日の俺も1万ドル買い足そうと思ったら熱くなってる。もういないところで1万ドルはちょっと熱くなりすぎじゃないですか。っていうのもエミンさんのツイッターを見てて、円安はこのまま収束しません、まだまだ加速しますってことは、まあ、円どんどん安くなっていくってことだから、これドル買った方がいいんだなって。結構2人豪快に行かれましたね。まあ、僕はちょっとだけ、まあ、予想外の買いだったんですよ、最初は。でもまああれ買ってよかったなと思って、そうよ、はい、うん、本当に上がってってるんで。 VTR でもおっしゃってましたけど、エミさんのツイッターを見ての取引を参考にされたということなんですが、だからなんか前回初めて会って、はい、エミさんのツイッター見た時にフォロワーが20万人もいたから、これ絶対信用できるって。エミさん以外は誰も信用してないですもん、はい。エミンさんの本を告知するだけの方のアカウントもフォローしてます。やだ言い方すな。こういったアナリストの意見を参考にされるっていうのは実際いかがなんですか？いいと思います。皆さんまだ始めたばかりですし、まあ、FX っていうのは国の金融政策だったり、まあ、国際情勢の動きだったり、いろんなものが影響してますので、まあ、その意味でツイッターかなり便利なツールが今たくさんあって、その一つで参考にするのはいいと思います。じゃあお二人がこのツイッターに沿って全額投資されたっていうのは間違いではなかったんですか？ただ私も 100% 全部当たるわけじゃないので、自分らで意見を持った方がいいですね。投資の一番重要なポイントっていうのは、皆さんこれ全て自己責任です。うん、例えば私の意見とか他の意見をそのまま参考にしてたとしても、それ皆さんの判断なんですね。皆さんが儲けた分も損した時もこれ自分の責任なんで、誰のせいでもない、誰も責めちゃいけないっていうことなんで。そっか、うん、まあ、信じるか信じないかこう自分次第っていうことなんですね。いや、なんか決めワードゴールしないツイッターで今後ドルが加熱するとおっしゃってましたが、これって理由があるんですか？この時点で120円手前まで来てたんですよね。これ どの資産でもそうなんですけど、大きい動きっていうのは少しモーメンタムがあります。車と一緒で足をアクセルから離してもすぐに止まらないんですね。でこのモーメンタムに乗って取引するっていうのは、実はモーメンタム投資とも言います。これが一つだ FX 短期売買なので重要なものですね。いいモーメンタム、いい風を捕まえたらそれに乗るっていうのは非常に重要です。ぶっ込みのタグに関してはどうですか？いや、あれヒデトの名言誰ですか？知らないですよ。スタッフさんの世代だから使っちゃってるんだよ。誰もわかんない。それでは密着の続きどうなったのか VTR ご覧いただきましょう。始まって、はい、1万4400ドルを今僕保有してます。2日連続寝て起きたら1万近く増えてたんで、俺はこのまま1日ごとに見てって。僕はまだそのまま状態なんですけど、これですね。でもプラス19000。いや、でもやっぱエミンさんも何回も取引した方がいいって言ってたんで確定させます。
やります、ね、買いたて一括決済これで、で僕は1万9000円確定させた確定させますで、もう一回行きますよ、じゃあこの辺どのぐらい買いますもう全全エミさん、口で行きますか行きましょうか 1.42 で 1.42 行ったんで次、売りどこをどこにするかって感じですよね。何を見て売り買いの判断決めようかなみたいな、なんとなくあったりするんですか。俺はもうエミンさんのツイッターのそううまくグラフが上がるように信じて教えてやるよ、日崎。なぜ俺の松井証券の FX が最強為替トレードの看板なのかよ。あのこの辺の世代の人には絶大な人気を。月曜になって皆さんどう市場がね、はい、土日休みで、うん、結構増えてるね。増えてるんですよ。僕純資産額102,561、僕も10万いない、投資5万ずつなんで倍どう。え、倍すごっ。ここまですごい早かったんですよ前回の時にやって以来ずっと寝かしてるから、これ一回やっちゃうからね。今回決済してもう一回買う。で今日決済してでまたこれからの動きは決めよう。もうから行きます。決済します。あ、だからほら、あ、でこれ確定しました。すげえな。あれ今からまたフルレバで全開します。あ、全開です。もちろん、はい、あの調子読んでフルレバーでなんか麻雀とかで例えるのは良くないかもしれないですけど、まああの、まあ、今乗ってるんでもう全リーですね。カンちゃんとかも積もれそうな気がする。確かに一応なんか調べてみます。あ、いいっすね。今後どうなるいそうかっていう。あ、ちょっと調べてみます。あ、円安いつまでとか出てるのか。円ドル安125円の黒田ラインへ徐々に迫る。黒田さん、ラインフォームって言うじゃん。多分だから125円までいったらここから先は通させないよってことだよ。そうそうそう、そうだな。え、大勝ちじゃん。ずっと黒田さん注目してて125だったら全部決済して今度売り注文に変えて。あ、マジで。あ、そうだ、グラフと一緒に下がっていけばいいんだから。ほら、黒田シーリングと呼ばれる、ね、ドル円の心理的な上限であるって書いてあるから。あ、調べてもらってるとこ悪いけど、これも買っちゃってるから。早っ、こいつ。なんだ。あ、じゃあ、え、買ったの。買って、僕はあの2万500円保有してる。当たり前のように返す。2万ドルってすごいっすね。だから俺2万9000円でもいけるな、さっき。うん、買っちゃっていいっすか。うん。いや、まあまあ、冷静にはなってなかったからね。こういう時はちょっと、ロードラインはちょっと調べてよかったっすわ。ついちゃってました。一旦これ見守ろう。そうだね。で、あのお互いその黒田ラインだけ、黒田ラインを要注目。要注目だね。引き続き頑張ります。これすごい。あ、本当だ、来たのよ。ヒゲがね、いきなりも125。あ、ほら、こんな高かったよ。お衣装発生して売られちゃったでしょ。でもそう、あ、そうなんですよ。これがすごかったんすよ。温床が発生してポジション強制決済っていう風になったんです、はい、一体これ何が起こっちゃったんですか。これはなんかこのままじゃポジションキープできないよっていう脅しが来て。でも結構アラートとか本当に来る。お衣装についてちょっと武藤さんにもお聞きしたいんですけど、これ一体何が起こったんでしょうか。まあ、お衣装というのは正式名称で追加保証金、これを略してお衣装と言います。 FX の口座の中で証拠金がその殺戮の評価損ですね、ドルの買いなので円高になると評価損が発生します。でこれが 100% を下回って1日が終了するとこのお衣装が発生します。5万円分、まあ、あの証拠金があってレバー25倍なんで125万円分で120円で買ったとすると、これがまあ119円になりましたと。そうするとこの5万円のうち1万円が負けてる状態になっていると。4万円になったらこれが25倍じゃなくてもっと
上がりますよね。なので今5万円から4万円になってるんで、ここをお金を入れて5万円に戻すか、この125っていう分子を小さくすると100に移るっていうのにして、これが25人以下になるようにしないといけない。ああ、なるほど。それがまあ、これ勝手に決済されるのも実は優しさなんですよ、証券会社の。そうそのまま放っといて気づいたらすごい借金になりました。とりあえず借金にはならないように切っておくんです。それはありがたいです、うん、あの黒田ラインを意識してされたお二人のやり方は間違いではないということですよね。間違ってはないけれども、せっかく 100% 予想したんだから、ツールで自動的にもう125円に利確ラインを、あの差し値を置いて、ここに来たら全部決済しますって出しておくべきだったんですよ皆さん。あの動画撮って本当に1時間後までに急に上がってたんで、さすがにそれはないだろうと思ったんですよね。でその1時間後にはもう、そう、もう下がってたんで、でもうあの時点ではもうずっと見てなきゃいけないぐらいだったんですよ。そうなんです。いや確かに厳しい世界ですね。タイムマシーンがもしできたらそこに戻ります。市場が大きく動いて、お衣装が発生したお二人の資金にもですね、大きな動きがあったようなんです。どうなんのこれ。前回ね、動画で言ってた125円黒田ラインって言ってたやつから、本当にその動画撮り終わって1時間しないうちに、いやそうなんですよ、結果121円ぐらいまで下がってて、ね、125円を1個ちょっと見とこうみたいな、まあ、話だったと思うんですけど、はい、125行ったじゃないですか、はい、あそこで売ろうってはならなかったんですか。そ思ったよりもすごい下がっちゃってて、一気にもう2万近くまであの損出てたから、なんかその損切りするっていうよりも、いやいやこれもう持ってて上がるの待つしかないでしょ、もう一回盛り返すべ。今資産額いくら。俺はあの7万4千。あで俺6万8千。じゃ一番低いところで一発切られちゃった。昨日はい、結果10万円から7万円ちょっと減ってしまいましたね。でも今一番その勉強したんで、あの楽しくやれてますけど、でもまあこういうラインだから、そのまあしっぺ返し食らったことによってちゃんと見るようにはなりました。はい、はい、でまあここからだと思います、はい、そうですよね。エミさんはいかがですか。いや、あの素晴らしい出来だと思いますよ。元本が5万円しかない中で、はい、まず2万4000ってほぼ 50% じゃないですか。1万8000円だってこれ 30% 以上ですよ。いや本当なんです。だから日本って今預金入れても金利ゼロですよ。1年間入れといてもお金増えないんです。皆さんちょっとやっただけで 50% 増えましたね。すごいよね。勉強して手堅くやればもう資産運用の皆さんは僕は素質があるんじゃないかなと思ってます。エビンさんのツイッター見ながらずっと細かく見て。そうだな、全財産。じゃあいやそれは多分今回のね、エビンさんのアドバイスを生かして後半戦も頑張ってください。頑張ります。教えてやるよ日崎、なぜ俺の松井証券の FX が最強為替取引の看板なのかよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。これエミンさん見せられただけで嬉しい。困るだけだ。あのお互いその黒田ラインだけ、お前野球やってるから黒田って、あの広島の黒田じゃねえからな。マジかよお前。黒田祐樹かな。黒田祐樹俳優。